人事よ。そして影の中にもまた陰と陽が存在する。悪人と呼ばれる者たちがいる。陽を影から支える忍びの中でも影に属する者たちのことだ。悪人は大企業や政治家などから仕事を受け、暗殺や破壊活動などの違法行為も厭わず任務を遂行する。同じ忍びでも国家に所属する善人とは対極の存在である。悪人は負の存在だという者がいる。しかし善人と悪人、立場の他に違いはあるのだろうか。善人ができないことを悪人が行い、悪人ができないことを善人が行う。どちらも世界の動きを影から支えていることに変わりはない。比率蛇女子学園、悪は善よりも寛大であるという理念を掲げ、悪人のみを養成している学園だ。修行は整列を極め、死傷者が出ることもある。それでも学園から悪人候補生の姿が消えることはない。なぜなら火に背を向ける者は影の中でしか生きられないからだ。これより始まる物語は悪人であることを選んだ忍び学生の戦いの軌跡である。少女たちは何を思い、何と戦ったのか。悪を選んだ者たちがたどる紅蓮の道は果たしてどこにつながっているのか。それはまだ誰にもわからない。何を思い忘れたのだろう。
これは2年前の出来事。ここが蛇女子学園か。ずいぶんと大きい学校よね。あら、あなたも選抜メンバーなの？一応、そうみたいやな。私はハルカっていうの。よろしくね。日陰や、よろしゅう。なんか元気ないわね。それでもピカピカの1年生？元気ね。なんかようわからんな。わしには感情ってもんがないからな。感情がない？それじゃあ人間じゃなくてお人形じゃない。うん、そういう意味なら人形かもな。ずいぶん面白いこと言うのね。でもあなたと私なんか似てるかも。うん、日陰ちゃん、あなたとは友達になれそうね。友達？よう分からんけど、はるかさんがそういうのなら、まあ友達ってことにしておこうか。よろしくね。うん。どれにしようかな。美女の修行はきついと聞いてたけど、わしにとっては大したことないな。日陰、何をしている？あ、鈴音先生。ちゃうちゃう、サボってるわけやない。もう今日の修行ノルマは全部終わらせたんや。甘い。は？甘すぎる。蛇女ではノルマが終わってからが本番。日陰、己に厳しくある。きっついの、鈴音先生は。当然、私の辞書に情けと容赦の文字はない。おお、怖っ。でも、まあそれぐらい厳しくされた方がええかもな。その意気やよし。ならばデク人形との実践形式で己を磨くがいい。ただし油断をすれば怪我では済まんぞ。そのぐらい緊張感があった方がええわ。
こんなもんや。うん。では次だ。は？まだやるんか？当然だ。お前が倒れるまで付き合ってやる。はあ。次は水遁の術の訓練だ。今から300時間水中で過ごしてもらう。ずっと水中？もちろん。風呂やトイレは？水中で全部済ませる。やっぱり蛇女の修行は厳しいね。これは1年前の出来事。あれは選抜クラスの新入生か。何やあの子、花壇の花を全部抜いとるで。おいあんた、何してるんや。ストップです。ここは立ち入り禁止にしました。立ち入り禁止って？ないって。家庭菜園を作っているんですよ。家庭菜園？綺麗なだけのお花は抜き取って、実用的なお野菜を植えているんです。そうすればお昼ご飯にも困りませんから。ず、私、お腹の虫を治めるためなら何でもいたします。可愛い顔して随分とたくましいんやね。花より団子、団子よりもやしですわ。よう分からんけど、もやしよりは団子やろ。そんなことありません。もやしこそが至高、もやしこそが究極ですわ。そっか、そうなのか。もう分からんけど。あ、申し遅れました。私、選抜クラス1年のヨミと申します。2年の日陰や。よろしいな。こちらこそよろしくお願いします。では早速、もやしの素晴らしさについて語り合うことにしましょう。わ
私はもやしの話は。そもそももやしというのは煮てよし焼いてよし炒めてよしの三拍子揃った。人の話をまるで聞いとらん。はあ、また変わった後輩が入ってきたもんよね。日向ぼっこや。日向ぼっこって日陰にいるじゃないですか。そこ全然日が当たっておりませんよ。わしにとってはこのぐらいの薄暗さの方が居心地ええんや。ほんと蛇みたいなお人ですね。でヨミさんどうしたん？なんか用やろか。今からお昼ご飯をかけて勝負しませんか？勝負？別にいいけど、なんでお昼ご飯なんや？なんでって。なんでお昼ご飯かけるん？なあ、なんでよ。それは。なんでよ。ヨミさん、なんでよ。少しは察してください。察するとはまた難しいの。わしには感情がないんやから。じゃあ正直に言います。私もう3日もお昼を抜いているんです。今月はちょっとお金がピンチで。花壇の家庭菜園はどうしたん？カラスさんが全部食べてしまいました。そっか、そういうことならええよ。お昼をかけて勝負しようか。いただきますよ。
ました。お腹が空いて力が出ませんでした。ふな、お昼を食いに行こうか。何でも好きなもん頼んでええよ。買った方がお昼をおごるんやろ。同じく1年前の出来事。蛇女の上級生は大したことはないな。私に挑んでくるなら死ぬ気でかかってこい。あらあら、入学早々に上級生をやっつけちゃったの。噂通りのじゃじゃ馬ね、ホムラちゃん。お前も私といいだろう。相手をしてやる。ちょうども血気盛んでいいわね。でも蛇女では生徒同士の支援による戦いはご法度よ。この学校では喧嘩もできないのか。とんだ腰抜けの集まりだな。あらら、勘違いしないで。支援の喧嘩はご法度。でも自主トレっていう名目の戦いはお咎めなし。どっちかが死んじゃっても問題なしよ。自主トレでの事故ってことで処理してくれるから。面白い。それじゃあ早速自主トレだ。お前を相手にしてな。いやよ、私はお断り。なっ、私の自主トレはお人形作りって決まってるの。もっとも、ホムラちゃんが私のお人形になるっていうのなら話は違うけどね。人形だとふざけるな。それじゃ自主トレもなし。まあそんな抜き身の刀みたいにならないで、仲良くやりましょうよ。仲良く。あれが選抜クラスのハルカか。食えない女だ。ハルカか。あんな奴がいるのならここも意外と楽しめそうだ。視線を感じる。誰だ。そんなおっかない顔しないで。私よ、ホムラちゃん。ハルカが。聞いたわよ、上級生相手に暴れ回ってるらしいわね。私からは仕掛けていない。あっちが勝手に襲ってくるだけだ。選抜クラスって誰かが抜ければ一般生徒から補充されるの。みんな選抜クラスに入りたいから、ホムラちゃんみたいな新入生って狙われやすいのよね。やれやれ、生徒同士の支援による争いはご法度じゃなかったのか。選抜クラスに入りたいっていうのは支援じゃなくて向上心だから。ものは言いようだな。噂をすればってやつね。向上心あふれる上級生たちがやってきたわよ。
身にかかる火の粉は払うしかないな。これで全部だな。驚いた。しかし強いわね。ようやく分かってきたぞ。この学校は自分以外は敵なんだな。敵ってのとはちょっと違うかな。違う？蛇女の生徒はね、慣れ合わない仲間なの。仲間？そう、慣れ合わないから戦うこともある。でも仲間は仲間。なるほど。殺し合うこともできる仲間か。それもまたいいものだな。なんかまだちょっと分かってないみたいだけど、まあいいわ。次の1年生が入ってくるまでに私が十分に教育してあげる。いい評価だな。感謝する。
行ってらっしゃい。そこ気合が足らない。はるか、下級生たちの指導か。そうなんだけど、最近の子はダメね。いつまでも甘えが残っていて、厳しい訓練を避けるのよ。ホムラちゃんみたいに殺気とやる気をバカみたいに持ってる子っていないのよね。ほんとすごいわよ、ホムラちゃんは。バカみたいに持ってるわよね。はるか、私のことをバカにしてないか。あ、そうだ。いいこと思いついた。私の忍術でみんなを操っちゃえばいいのよ。それで強制的に厳しい訓練をさせるの。そんなにうまくいくとは思えないが。まあ見てなさいって。忍法誘惑の術。あはん。うまく術がかかったようだな。さあ、それじゃ始めるわよ。みんな、私にかかってらっしゃい。私の虜ね。これでみんなのいい修行になったかしら。はるか、みんなの様子がおかしいぞ。え？なんだかはるかにやられて喜んでいるような。もっともっとって言っているぞ。みんな嬉しそうに体をくねくねしてよだれを垂らしている者までいるのだが。誘惑の術が効きすぎたみたいね。はるか、責任を取って最後まで相手をしてやるよ。はあ、そうね。仕方ないわ。頑張ろうかしら。ありがとう。
やれる、やれるんだ。新入生の未来だな。はい、未来です。それでいい。人にすぐ心を開くのは愚か者のすることだ。あら、このおっぱいの大きな子が新入生？私は3年のはるか。よろしくね。おやおや、何睨んじゃって。かわいいわね。あなた、私の人形になる。牢で固めて動けなくして、一生私の部屋のマスコットになる。嫌です許してください。どうしよっかな。私のことは、はるか様と呼ぶこと。それで許してあげる。選抜クラスには、あと2人いる。来い、紹介してやる。選抜メンバーの忍び部屋だ。私のせいや。私のせい？私のせいで神聖なもやしを避けているとおっしゃりたいの？新入生を連れてきたぞ。未来です。よろしく。ほら、あんなさって。いいから。はい。
紹介しよう。もやしが黄泉で、そうでない方が日陰だ。よろしゅう。日陰って呼び捨てで呼んでよ。よろしくお願いします。丸見えよ。いいじゃない、隠さなくたって似合ってるわよ、クマちゃんパンツ。お子ちゃまって感じで。胸の大きさなんて関係ない。外見が子供っぽいとしても
それは忍びの強さと何の関係もない。それはそうかもしれませんけど。納得できないようだな。ならば私の格好をよく見ろ。私のお気に入りのパンツでよければ使っとくれ。その2つを着ればお子ちゃまも卒業よ。未来、はっきり言っておく。私はお前を子供扱いした覚えはない。未来、私を先輩と呼ぶ人、私は同じ蛇女の仲間だ。仲間に先輩も後輩もないだろ。さあ呼んでみろ未来。ホムラ、ありがとう。敬語も禁止や。わしたちはあくまで対等やからな。あ、でも私は弓お姉ちゃんって呼んでほしいかな。私、昔から従順な妹が欲しかったもので。そうそう、私の呼び方も遥か様のままでいいから。修行はレク人形を相手に行う。うん。連携などは一切なし。未来、私が一人でやれるかな。蛇女の生徒たちはみんな訳ありだ。何らかの事情があってここにいる。未来、お前もそうだろ。何か。だったら本能の赴くまま好きなようにやってみろ。私らしい戦い、分かった、やってみる。Yeah!
断するな。まだ一体残っているぞ。未来、大丈夫か？シュッ。ん？ミイラの六刀流ってすごいや。そうか。あんなにすごいなら、私もスカートの中に刀を6本隠してみようかな。それはやめておけ。危ないからな。でも、背中のもう一本の太刀は使わないの？これは使わないんじゃない。使えないんだ。使えない？本当の強さを身につけない限り、この刀は鞘から抜くことができないらしい。私はホムラは十分に強いと思うけど、きっと私にはまだ何か足りないものがあるからだろうな。足りないものか。もしかして腰のくびれとか？未来、修行内容を変更だ。私との真剣を使った一騎打ちにする。Oh!
修行完了。これであとはもやしを食べればいいんだね。お、どうしたの？よく考えてみましたら、私、小学生の頃から胸が大きかった気がします。それじゃあ修行は関係ないことになりますわね。まあ、そんなにショックを受けずに、もやしはご馳走しますからね。デク人形がイカれちゃって暴れてるのよ。全部壊してくれたらお礼をするわ。本当ですか？お礼があるのならぜひやらせてください。ヨミちゃんがそれで、はるかさん、
ありがとうございます。それではもやしを買ってきますので。ふんふんふん、もやしもやしもやし。まさに製品ね。日陰ったら、ちょっとさっきから声かけてるんだけど。私日陰の大笑いした顔一度も見たことないんだけど。ねえ、笑ってみたくない？そうやな、笑えるもんなら笑ってみたいもんやね。じゃあ決定。これから選抜クラスのメンバーが、は？ヨミお姉ちゃん、カモン。どうもヨミです。してないんやけど。そんな、やっぱり4人ずの方が良かったのですか？見苦しいわよ。笑いを取れない者はステージを降りて。笑いというのは日常の些細な出来事から生まれるの。静かに。すみません、このおっぱいまんじゅうもう一つおかわりです。おっぱいまんじゅうって何？未来さん、ごめんなさい。だったらもっと際どい映像にさせるか。最後は私か。六刀流使いのみに許された携帯模写、とくと見よ。カニ、これで全員終わったんやね。どう
してそんなにわしを笑わせたいんや。特に理由はないけど。何の話の流れだったか、急に日陰の笑顔が見たいという話になってな。それだけ？ああ、それだけだ。よし、これならいける。日陰、お前の息の根を笑いで止める。エビ、エビ。連れてどうしたん？日陰さんがどうしたら感情を取り戻せるか、私ね。ほう。そして出た結論は、笑わせるのが難しいのなら怒らせればいいのです。それはまあ道理やな。ええ、怒りも立派な感。それでその鍵。その通りです。お願いします。女性の皆さん、日陰さんを怒らせてください。ここまでヨミが気使ってくれたんやから、わしも怒れるといいんやけど。そうやな。でも表情は
変わりありませんか。わしの眉間にシワ寄ってるじゃろ。それに鼻もピクピクしとる気がする。本当に怒ったんですか。いや怒ったよ。わし怒ったな。こないに怒ったの久しぶりやね。嘘です、バレバレです。ありゃ、ヨミさんが怒ってしまったか。これじゃベコベやね。あはははは。もうそんな真顔で笑ったふりはしないでください。すまんの。おかえり。決めちゃいました。どれにしようかな。決めちゃいました。可愛い衣装も着てみたいです。どれにしようかな。